境港の市場、コロナ対策として、まあ、これまでやってきている手洗いや靴底の徹底ということに加えて、マスクを必ず着用する、全員に着用するということを徹底しています。これによって濃厚接触者を少なくして、市場の機能を保持していこうというふうに考えています。